うわ、マヨビームとか。ケンチです。今回は京阪の寝屋川駅に来ておりまして、まあ、そこから徒歩大体3分ぐらいでしょうか。3分かからか2分ぐらいかな。結構近いところで激安でイカ焼きとカキフライが食べて、で大瓶で1000円以下で飲めて食べるというお店がありますので、そこを今回皆様にご紹介させていただきます。で、寝屋川自体はあんまり私来ることなくてですね、今回ちょっとお仕事で来させていただきまして、でそこで、まあ、帰りどこで飲むかなと楽しみ。あ、ありがとうございます。では、イカ玉と、カキフライお願いします。鉄板のところでイカ焼きを焼くという、こう名物ですよね。楽しみ。いただきます。他のメニューはこのような感じです。結構お手頃価格が多いんですよね。アジフライ150円、椎茸90円、玉ねぎ90円と。来ました、名物イカ焼きです。いや、楽しみですね。で、目の前でプレスしておりました。いや、そのあたりはやっぱり名物だけあるというかですね、そのふわっと焼いてるところが多いじゃないですか。プレスが大事と。で、マヨネーズお好みにこうかけてちょうだいと。ではマヨビーム。いや、めっちゃいい、最高。ちょっとマヨネーズかけすぎたなっていうふうに思われる方はいらっしゃるかと思うんですけど、私はこれぐらいがちょうど、まあ、いいので、まあ、多めにかけております。このイカ焼きはね、結構ね、こうもっちりしてるっていうか、まあ、その食感とか歯ごたえが好きです。生地のね、でその中でこうイカがしっかりと入ってると、イカの風味を味わいながらあると。この大きさで200円はコスパいいですよね。いただきます。うますぎる。もうこの皮、もうもちもち感、もち粉とか入ってるわけじゃないですけど、このもちもち加減がいいですよね。で、中のこうソースですけども、結構こう 甘濃厚タレです。この中こう価格帯で大体200円とか、大体その価格帯は卵入ってないってことが多いんですよ。多分別料金、それは卵入りでこのクオリティで200円というのはコスパいいですね。後半あたりからこの七味をかけましょうか。もう間違いないでしょう。見てください、マヨネーズに七味ってめっちゃ合うじゃないですか。これは楽しい。カキフライ来ました。カキフライ揚げたてですよ。目の前で揚げてて、パチ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 この音を聞きながらね、楽しみしておりました。で、横にはこれはタルタルソースでしょうね。で、キャベツと入っております。タルタルのこの量すごいないですか。私タルタルで飲める派なんですけども、タルタルしっかりとこう上に乗っけてですね、いただきましょうか。煮込みはウスターソースでいただきます。
うわうま、すごいこうミルキーとあと牡蠣の旨味が口の中で充満したというか、牡蠣フライはもう揚げ物の中では1番2番3番そのあたりにランクインするぐらい本当に大好きなこの揚げ物なんですね。いやこれは絶対ビールに合うわ。すごくもうこう見てください、これサクサクって見て分かりますよね、分かりません？うん、うわたっぷりとこの贅沢なタルタルソースを上に乗っけて、で次はですねこのウスターソースをかけると、これ絵力からすごい。よいしょ。最後はこのタルタルとウスターソースを絡めたキャベツをつまみとして飲むと。うん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。最高でした。でお客さんの方々と、お店の方と本当に気さくにこうお話しているのをこう聞き立てながら密かに私飲んでおりましたけども、やはりこう地元の酒屋っていうかそのお客さんと の, この会話、それがすごくやっぱこうつまみとしてなるというか、京阪寝屋川駅から大体徒歩2分ぐらいでしょうか、本当近くであります。立ち寄った際ぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。元気でした。未来は平気でしょうか、後悔はないですか、嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。